ず攻殻機動隊という作品プロジェクトに参加した感想をお聞かせください。なんかリパート監督がなんか俺の映画のファンだっていうのを聞いて攻殻機動隊出ないかっていう荒牧の役だったから あのじいさんの役俺できるかなと思ったんだけど英語は下手だしあれだよって言ったら全部 OK だって言うからもう一回漫画見直したんだで、スカーレットの少佐役を本編で見た感想またスカーレットの少佐役についてどう思われますか。やっぱりやっぱハリウッドスターだからね、何テイクもやってるけども本当は偉いのは嫌な顔俺だったら 2,3 回でも嫌な顔するんだけど8回も10回も嫌な顔せずに同じことをちゃんとやる人でハリウッドって大変だなと思ってじゃあ次に監督が原作やアニメ版をリスペクトして制作したと感じたシーンはどこですか。監督が、そうですね、監督が原作やアニメ版をリスペクトして制作したと、感じるシーンはどこになりますでしょうか。素晴らしいドイツですね。今回の作品、日本で生まれてどこなんだろう。まあ、結局はあんまりネタバレなんで言わない方がいいんじゃないかと思うけどね。じゃあ最後に本作についてファンは、テーマや映像のどの点を気に入ると思いますか。やっぱりその SF 的なもんだけどかなりあの昔の原作は昔の SF なんだけどそのことを考えるとかなり忠実に再現してあるし今の技術の凄さがよくわかるので、あまりにもこう未来だと車からないから全部違うものになるけどそれはやっぱりやや現代に近いからその辺のこうバランスはすごいいいじゃないですかね。ありがとうございました。